今日はキャンメイクのコスメを使ってベーシックな普段のメイクをしてみました。使うのはこちらのコスメになります。まずはアイメイク下地を塗っていきます。こちらはテクスチャーが固めなのでムラにならないようにしっかりと伸ばしていきます。アイシャドウを塗っていきます。一番濃いブラウンから順番に塗っていきます。次に濃いブラウンを先ほどの一番濃いブラウンと重ねるようにしてぼかしながら上に向かって入れていきます。ゴールドの部分を取って目の一番高い部分にトントンと乗せるようにして入れていきます。これで立体感を作ろうと思います。ホワイトの部分を取って眉下にハイライトとして入れていきます。ホワイトとラメのシャドウを取って下まぶたの目頭側に入れていきます。ブラウンを2色混ぜて取って下まぶたの目尻側に入れていきます。派手にならないようにラインを引くように細めに入れていきます。アイラインを引いていきます。私は主な赤なので横幅をできるだけ強調するように目尻側は伸ばして引いていきます。ビューラーで根元からしっかりとまつげを上げてコーム型のマスカラで綺麗にセパレートするようにマスカラを塗っていきます。そしてつけまつげをつけます。ハイライトを T ゾーンと目の下の部分に入れていきます。赤のチークを取って外側から内側に向かって入れていきます。ステイオンバームルージュを塗ったら完成です。最後まで見てくださってありがとうございました。